じゃん、差し入れ大事なんです。今回はね、八木の駅前にある大和名物団子商の団子です。駅前と、もう一個棒状に売ってるんですけども、これ昔から結構長いことやってる団子で、あのきな粉が結構ついてて、ダダン、こんな感じです。ちょっと食べちゃいましたけど、八木ね、来られた時はもうぜひお土産で買っていってもらいたいな。以上です。ありがとうございます。いただきます。